中垣国夫は、日本の政治家、実業家、第16代法務大臣、衆議院議員を通算休憩務めた、鹿児島県日置郡一基町に、木場善太郎の4、男として生まれる。同庁にあった、鹿児島県、第二師範学校附属小学校で学んだ後、1931年3月、鹿児島県立商船水産学校卒業。 東京帝国大学の試験に落ち、行くところを探していた時に、水産学校の教諭に勧められ、東洋大学文学部哲学科に入学。当時、東洋大学は、成績上位者に対し、ドイツに2年、インドに3年留学できる制度があった。成績の良かった中垣は、留学を勧められるも、1934年秋、強度の神経衰弱に陥ってしまう。 同年11月に大学を中退し、長兄の友人の友人、尾崎五平治が住む愛知県碧海軍安城町で養生することとなった。国尾は尾崎の営む農産物加工会社でみかんの缶詰作りに励みながら徐々に回復していった。尾崎は出身地の横須賀村で別会社を起こすが事業に失敗して台湾に出奔してしまう。 その会社を引き継ぎ一年半ほどかけて、借金を片付けた。1936年1月11日、横須賀村役場の助役の中立ちにより、地元出身の中垣豊子と結婚。中垣家の養子となる。愛知県横須賀村農業会、同県ズ群農業会の職員を経て、初食品支配人、愛知トマト製造常務取締役などを歴任する。 1945年1月13日、三河地震が発生。中垣の家の周辺だけでも480人の死者を出す。これがきっかけとなり、被害復旧と農業経済の確立を目指し、政治家を志した。1947年4月、第23回衆議院議員総選挙に民主党から旧愛知四区にて立候補し初当選した。 1949年1月に行われた総選挙で再選。同年2月16日に第3次、吉田内閣が成立すると、吉田政権への対応をめぐって、民主党は野党派と連立派に分裂。中垣は犬飼健、堀茂、小坂善太郎らと共に連立派に組みし、翌1950年には自由党に合流する。 1951年6月、小笠原39郎の公職追放が解除されると、翌年10月の総選挙は、小笠原が自由党から立候補したため、中垣は立候補を取りやめ、彼の選挙対策における事務長を務めた。1953年の総選挙も続いて、小笠原の選挙事務長を務めた。1955年の総選挙は、 小笠原と共に自由党公認で出馬し、政界復帰。自由民主党では小型配信派に所属した。厚生政務次官、自民党副幹事長等を経て、1962年7月、第2次池田第2次改造内閣に法務大臣として入閣。1年間、大臣を務めた。中垣は言う。30年間現役政治家としてやってきた人間が、 言うべきではないかもしれないが、39年に佐藤内閣ができた頃から政治への情熱がなくなった。金ばっかしで結論がついてゆく実態を許せなくなって、日本の正解というのはくだらんところだと思うようになった。そんなところ、たまたま糖尿が出た。これは天の声だ。ここでやめなかったらやめ場はないしかしその後も周囲に励まされ、1 9 7二年十二月十日の 第33回衆議院議員総選挙まで当選を重ねた。1974年12月9日、第二子生活が25年に達し、永年在職議員表彰を受ける。これを機に引退を決意。翌1975年夏、議員となって初めて郷里の鹿児島県に帰った。専属用をした後、地元の人々の前で、この次の選挙には立候補をしないと述べた。 同年9月7日、引退を正式表明。地盤は、中垣の秘書を務めた稲垣実男が継ぐことになり、1976年4月24日、自民党愛知県連は、次期衆院選の旧愛知4区公認候補として、稲垣を党本部に推薦することを決めた。1981年、君一党随法省受賞。1987年4月2日、 心不全の試し去、75細胞痛。ありがとうございます。